早かったではないか。だいぶ身軽になれたんでね。俺としてはその2が届くことを期待していたんだから。そんなものよりいい土産がある。ラインバック王、ここは私たちにお任せください。貴殿は確かトラロカンの近衛兵団を率いていたというアルベルティと申したら。なるほど、どこぞ良い抜け道でもあるというのだな。大軍が通れるようなところではありません。つまり貴殿らだけでというのだな。常に危険と隣り合わせってのが勇者の辛いところだな。ところだけ持ってきよって。そうとも言うか。あまり長くは待てぬぞ。ありえぬことだろうが、万が一帝国までに戻らぬ場合は強行手段を取らざるを得ん。時間制限付きね。敵さんもろとも攻撃されないように頑張ってみますよ。急ごう。そうだな、これ以上彼女を待たせるわけにはいかないよな。ってことでまた後ほど。こっちだ、ついてきてくれ。
ったのだよ。ここにいる方たちのことをな。言い訳がましいかもしれませんが、私事でこのようなことをしたわけではありません。いえ、全く下心がなかったといえば嘘になりましょう。それでも心から虎の勘を、この世界を憂いてしたこと、彼らの力は強大です。あなた方の力をもってしても勝てるかどうか。俺は奴らに対する剣だ。絶対に折れることのない奴らを倒すためだけにあるな。奴らを倒すことが俺の使命だ。絶対に勝ってみせるさ。あなたとはもっと早く出会いたかった。これをお持ちください。確かに預かったぜ。アルベルト、すまなかった。許してくれとは言わぬが、ナスター社に罪はない。ナスター社を頼む。わかりました。ナスター社、向かいましょう。あ
ありがとうございますって。リシャナ、どういうことなの？黒の騎士が施した銃でないということは、まだ倒せる可能性のある相手だということです。それじゃあ扱えるかどうか分かりませんが、どちらにしても必要なものです。ミーティア鉱石を取りに行くのが先決でしょう。聞いたか、アルベルト。分かったよ、兄貴。ミラス様も最後まで戦っていたんだ。そしてナスター社は今も戦っている。それなのに俺だけ逃げ出すわけにはいかない。待っててくれ、ナスター社。君のことは俺が絶対に助けてみせる。アルベルト、私信じております。よく言ったな。あとはそいつを行動で示すだけだぜ。こっちだ、ついてきてくれ。